はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。今から始めるドラクエで続きやっていきたいと思います。本日はコメントの方にねちょっといただいてたものをやってみようかなということで、まあメタル迷宮ね、3連チャン行ってみようかなと思ってます。で、だいたいねブロックされちゃうので、取ってもね公表できなかったんですけど、タイトルにね入れなければ大丈夫じゃないかというお話があったので、一応やってみようかなと思うんですけどね。タイトルは、経験値貯めるぞーみたいな感じでなってるかもしれませんけども、まあ皆様が見てるということはブロックされなかったということになります。果たしてどうなのか。まあどっちしてもね、裏では行くつもりでいたので、まあ同じ時間やるなら撮ってみようかなということで今撮ってます。で、バラルさんは賢者、今現在レベル90ですね。で、強さがあと50万弱で91になるという状態ですね。さあどうかな。ブロックされなきゃいいんですけどね。ちなみにここのマップはね意外と好きですね。この床がピッカピカなのがいいですね。で、小元気玉1個でいけるかな、わかんないですけど行ってみましょう。あ、2つ出たぜ。経験値稼ぎにはいいんだよね、2つ倒せると。頼む、逃げないで。 OK。 で、問題はこっちの普通のスライムの方なんだよね。これが、あー、いっぱい出てきたな。どれだけね、逃げないで倒せるかなんだよね。どこ行った、あと1匹。結構倒したんじゃない、6匹いけた。この普通のスライムをどれだけ倒せるかでだいぶ変わりますよね。2、3匹しか倒せないとちょっと厳しいかな。おお、また6匹出てきた。いいんじゃない。イオナズンでいけるかな。あ、しまった、しまった。呪文全然効かないのか、知らなかった。呪文効かないとは。イオナズンで一発で行こうと思ったのに。あと1匹、1匹逃げちゃったかな。いけた？お、メタルスライム600匹来ましたね。オッケー。意外といけた。10万ぐらい来ましたね。これ1回じゃあれか。91になんないですね。あ、ウルビア金貨3個だってすごいな。あれ、もしかして元気玉小じゃない方使っちゃったかな。あと20何分って出てたぞ。普通の元気玉使っちゃいましたね。まあいいや、余裕を持っていけますね。これだと10分だとね、意外とギリギリだったりするんですよね、3回行くと。間違えたわ。もったいないことしちゃったな。ということで、いきますよ。もう一つね、持ち寄りのね、メタ金をっていうお話があったんですけど、
これはね、いろいろハードルがありまして、撮影云々って以前にですね、待って、メタキンを先にやろう。撮影しないといけないので、一緒に出てくださる方にね、許可をね、全員に取らないといけないんですよね。そうすると、一人でも集まった方でダメって方がいるとね、撮影できなくなっちゃうので、それはそれでね、また問題があったりするんですよね。だめんどくさいので、やってないんですけどね。最近福引券が集まんないので、福引券歓迎になってきました。ということで、次行きましょう。もう一回じゃんじゃん行きましょうね。あと2回あるからね。この説明なんか飛ばせるといいんだけどな。長くて、メタル迷宮の説明。91にはなるけど、92にはならないかもな。ね、91には確実になるけど、92はちょっと難しいんじゃないかな。メタル迷宮だけだと。かなりね、経験値たくさん必要になってますね、90超えてから。意外と85から90までは、ささっといけたような気がしてたんですけど、90から93になるのが大変そうだな。ほら、これでもう5分経ってますからね。やっぱ10分で3回行くのはちょっときついかな。お、3匹しか出てこないし、さっきはやっぱラッキーだったな。2回6匹出てきて、多分12匹のうち11匹ぐらい倒してるもんね。まあ、メタル迷宮はここがメインだよね、どっちかっていうと。ここでいかに稼げるか。その後は一緒だからね。逃げんなー。逃げないで。そこそこいけたかな。こいつらが、ああ、1個しか出てこないね。2匹出てくればね、だいぶ違うんだけどな。今回外れだわ。ゴールドストーン2個。あ、なんか報酬が意外といいな。もっと悪かったような気がするんですけど、こんなもんでしたっけ。で、今日はね、今朝撮ってるんですけど、今晩がね、夜勤なんだな。またなので、夜勤行く前にアップできればなと思うんですけどね、明日の動画ね。で、皆さんのところに朝7時28日かな、違うな、29日の朝7時にこの動画がアップされていれば、すべてうまくいったということになりますね。この後、編集してエンコードして、で、それがね、1時間以上かかるのかな。で、その後ちょっとアップするって感じですね。
なので今回は他の動画はあれだな、きっといつもドラクエ以外にも他の動画を上げてんですけど、多分ガンオンだけかな、おそらく明日は、まあ、動画的には今日ってことになるかな。推し91にはなりましたね。91にはなったけどあんまり上がんないんだよねこれね。スキルポイントも1ポイントしかもらえないしな。もうちょっとね、10ポイントぐらい欲しいよね、スキルポイントね。1ポイントとかだとほとんど変わらないからな。さてラスト、さあラスト行ってみますよ。どうかな。そのうちね、福引きじゃなくて、なんだっけ、すごろくじゃなくて、なんだっけ、スロットじゃなくて、あ、福引き、あれ福引きじゃないよね。あ、福引きか。福引きで当てた、カードね、カード。あの辺もね、ちょっとサポ連れて行きたいなと思ってます。サポでね、行こうかなと思ってます。ただし、今日じゃなくて、今日じゃないやつにしていこうかなと思うんですよね。で、それで、勝てれば、今日で行ってもいいかなと。なんか宝箱あった今。なかったような気がするんだけど。ほら、65万でしょ？約66万。かなりなもんだな、これ。かなりなもんですよ。どうやって稼ぐかな。まあメタル迷宮と、あとなんだっけ、試練の門ぐらいしかないんだよな、稼ぐとしたら。あとはメインストーリー少し進めればね、あの経験値になりますけど。結構93カンストした人もいるのかな。お、3匹も来た。珍しいな。逃げないでいてくれるかな。両方攻撃したから、もしこれで取れたでしょ。 OK、 3万ぐらいいった。お、行きましたね。あとこいつが何匹出てきて何匹取れるかだな。5匹。5匹取れるかな。お、いいね。取れる可能性がある。もう1匹ぐらいは確実にいけるかな。もしどっちも逃げてないね。もしメーター使ってきたから。OK、全部取れた。これで残り54万。54万っすか。ウルビア金貨1。やっぱさっきの3個っていうのはすごかったな。結構お金になりましたね今回は。ほとんどね動画以外ではドラクエあんまやってないですからね。動画撮ってるのが9割型。ほぼ全てと言ってもいいぐらいにしか。インしてる間はほぼ撮ってますからね。なので、お金貯めたりとかね、経験値貯めたりっていうのがね、意外とね、難しいんですよね。
あとはせいぜい畑に水あげてるぐらいですからね。まあおかげさまでね、皆様に畑いろいろお世話 しに来てくださる方がいらっしゃいまして、それで育ったお花はですね、すべてお金に換えておりますので有効的に使わせてもらっておりますです。とても感謝感謝でございますね。そうでもしないとたまらない。うわ、逃げちゃうのかい。取れたかな全部。あ、まだハグメタがいる。お、スライムおしゃれ花。いいね。今回お金になりましたね、結構。結構お金になったぞ。福引きもそこそこ貯まったなと。最近福引きはね、携帯の方でやってます。で、携帯でちょっと、なんだっけ、なんかね、チケットみたいのいっぱい貯めてるんですね。それで、一番高い300ポイントの人形をね、取ろうと思って、今、ポイント貯めてますね。さて、経験値。残り30、約5万。レベル92まで35万っすか。ずいぶんあるなぁ。どれに振りますか？悟ります。攻撃魔力、あと5ポイントだからな。どうしようかな。32。これブームランってどれにあれかな。賢者から出てるかな。これちょっと解除したいな。賢者で振ってたら賢者じゃないかもな。イオグランテ、これ強いのかな。強そうだよね。イオナズの上でしょ。ドルマドン、この辺持ってると強くなるのかな。賢者も持ってないからな。攻撃魔力プラス30だけでもだいぶ変わるよね。ここまでは取りたいな。無限の悟りって何。2段アップ。あ、一気に2段アップするんだ、これだと。でもあんま使わなそうだな、無限の悟り。これ1個使うとこっち使えなくなっちゃうんじゃない？あ、そんなことないか。両鉄絵は全部取ってますけどね。まあいいでしょう。ということでね、今回はメタル迷宮をね、3回って言いました。で、タイトルの付け方を工夫してブロックされなければ、皆様のもとに届いてるかなと思います。それではですね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。夜勤に行ってきましょう。